FNN は旧統一教会世界平和統一家庭連合の幹部らが集まって行った会の音声を入手。この中で教団のトップであるハン・ハクチャ総裁とみられる人物が岸田総理らへの批判を展開していることが分かりました。音声が収録されたのは先月28日、教団の聖地とされる韓国のチョンピョンです。この日、ハン総裁は日本の幹部も含めたおよそ1200人の幹部らに対し演説を行ったといいます。続いて、日本政府が教団に対し6度にわたって質問権を行使していることを念頭に批判。この攻撃に会場には幹部らの歓声と拍手が響きます。さらに、幹部らに岸田総理を岸田と呼び捨てにした上で呼びつけるよう命令したのです。今回の発言について教団側は、韓国で行われたことで日本の家庭連合の広報で詳細については把握していないなどとしています。